西戸明子のコミュニケーションアカデミー。おはようございます、西戸明子です。いや、皆さんぐんと寒くなりましたけれども、お元気でしょうか。私はとんでもない寒がりでございますので、もう昨日はですね、すごくあったかくして出かけたんですけれども、あったかくしすぎてちょっと汗かいてしまうぐらい暑かったっていうね。いや、なかなかね逆に体冷えて危ないやろっていう感じですけれども、きっとそんな人は私だけじゃないはず。どうでしょうか。さあ、そんな週末何をしていたかと言いますと、私は海猿を全巻、あれ12巻まであったかな、漫画を読み切りました。はい先週ね、海上保安庁で講演をさせていただきまして、この初めて海上保安庁という組織が一体どんなことをしてくださっているのかということを、知ったわけなんですね。すごいですよ、海上保安庁って言ったら、海の警察、海の消防ということでね、船だけかと思いきや違うんですよね。飛行機、それからヘリコプターも乗ってくれてますし、それでやっぱり早く移動しないといけない時もありますからね。船じゃ間に合わない時もある、ね、それから領海、海を守ってくれて、海の治安を確保してくださって、それから海でね、いろんな事故とかもありますから命を救い、また海にオイルとかがこぼれてしまったらね、その海を守るということもやってくださってる。災害に備えて、また海いろんなこと測ったりとかね、測量もいっぱいやってくださってますし、海の交通の安全っていうのも守ってくださってますよね。いや、もう本当にどんだけっていうくらい海上保安庁のお仕事っていうのはものすごく多岐にわたるんだなということを知りまして、それで私、海猿っていう映画も漫画も何も読んだことなかったんですよね。それで映画見ようと思ったら、ネットでは見られなくなってまして、ああそうかと思ってね、それで漫画全巻読んだんですけれども、いやー、もうすごいですね。もう、なんという働きを皆さんしてくださってるんでしょうか。全然知りませんでした。こんなにもその海上保安庁というね、ところにお勤めの1万何千人という方々が日本の周りの海を守ってくれてるから、私はこんなに安心して暮らせてるんだと、ね、しかも命がけですよ、本当に。海猿の方にね、今までで一番怖かったのってどんな時ですかとお尋ねしたんですね。そしたら、ヨットが、ヨットってナンパするって言います？しちゃったのかな。それで、ヨットを助けに行った時に、その船で行ってね、で船からヨットに移って、作業をしてたんだけれども、その自分たちが乗ってきた船がそのヨットの上にバーンって乗っちゃったんですって。でその時にマストっていうのかな、バーン伸びてる棒があるじゃないですか。全然ボキャブラリーないしヨットのね、帆を張るために伸びてるボールがあります。ボールじゃないわ、棒がありますよね、ポールね。あれが折れてバーン倒れてきて、で自分の目の前にダーンって倒れてきたんですって。でそのヨットの上に船乗ってるから、そのもう船とヨットの間の隙間みたいなところでもうギリギリやったらしいですね。いや、あれは怖かったですって言われて、いや、もう本当に命がけで皆さん守ってくださってるんですよね、日本の海を。それで直接そのお会いした海上保安庁の方々が本当に皆さん素敵な方々で、はい、もうそれで大好きになりました、私皆さんのことが。もうなんか本当に帰るのが名残惜しかったぐらい、もうなんかまた来ますねって、もう目が込んでもいいって言われそうですけど、また来ますっていう感じでね、でもこんな素敵な方々がこんな命がけで仕事してくださってるんだとね、もうそこに海猿も呼んで、もう私もより心が動かされまして、それでね、自分に何が起こったかというと、もっと自分を役立てたいって、いや、だって命がけで日本の海を守ってくださってる方がいっぱいいるんですよね。ね、それなのに私はもっとできることがあるんじゃないかって思ったんですよ。
いや、そんな方々にね、そもそもね、コミュニケーションを教えてほしいって言ってもらえたことがもうめちゃくちゃありがたいなと思って、もう私で役に立てますって、いやもう全然何でもやりますっていう感じなんですよね。それで、まあ、海猿呼んで、いや本当に結構真剣に考えました。私もっとできることあるんじゃないかなと思って、はい、それでまあいくつかちょっと浮かんできてることがあるんですけれども、それをね実行に移していきたいと思います。はい、それがなんか私がこの海上保安庁の皆さんからもらっているものに対して、まあ恩送りですよね、直接、まあ直接返せる部分もあるかなとも思ってますけれども、いやそれがね自分にできることだなって思ったらね、もうワクワクが止まらないですね。はい、でその一つとして、あこれやろうと思ったのが、はい、何かと言いますと愛の講座です。あのね、何かというと、まあ、この海上保安庁さんにね、その伺う前からちょっと自分の中でもう本当にね、愛か恐れか、もうどっちかやと、あのシンプルに言うならば、もう愛を選択して生きていくことなんだっていうことをね、なんかこう自分の中ですごく感じてたんですよね。うん、それがこうますます、まあその思いがね、思いかな認識かな、まあ、両方ですね、それが強くなってきまして、いや愛だと、もう愛を選択して生きることだっていう、もうだよねってなった時に、もうこれをちょっと分かち合わずにはいられないなという気持ちになってまいりました。はい、しかもこのね、ぐんと肌寒くなってきたこの季節、12月24日、多分、どうでしょうね、1年で一番一人でいたくない日と認定してもいいんじゃないでしょうか。12月24日、さらにはその後2月14日もね、まあ、待ってます。このやっぱり面白いもんですね。なんかこう恋愛の季節って言ったらやっぱ秋冬じゃないですか、寒い時ですよね。まあ夏はちょっと暑苦しいですからね。うん、あのそういえば、まあ、全然関係なくはない余談ですけど、思い出したんですけれども、あのカナダの人たちってやっぱりね、クリスマスの時期だけの、冬の時期だけのカップルっていうのが結構いるんですって。もうとんでもなく寒いから、だからその外に出歩くことも難しいってなった時に、基本的にずっと家にいるんですって。はい、そしたらやっぱり寂しいじゃないですか。そうするとね、寂しいからやっぱ付き合っちゃうと、はい、で、あの暖かくなると別れるっていうね。あのそういうことがね、やっぱりこうずっと起こり続けてるっていう話を聞きましたね。はい、まあでも、それじゃないよねっていう、本当のこう愛というものを私たち必要としているよねって。まあそれは恋愛においてもそうです、パートナーシップにおいてもそうです、親子関係もそうです、もう全部そうですよね。はい、ということで愛の講座ね、もうこの人肌恋しくなってきたこのクリスマス、そしてバレンタインデーズデイが近づいてくるこの季節に、はい、やらずしていつやる、いや今やろうということで、それをねやらせていただくことにしました。詳細はまだ何も決まっていません。昨日やろうと思ったんで。ただ私の中にその時浮かんだ曲はもうビートルズです。 All you need is love、 チャンチャ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 ンね、愛こそはすべて、はい、もう必要なのは愛だけさ、というこの愛をもう誰もが本当は求めていますよね。これはもう間違いないと思います。はい、これはあの恋愛というものや結婚というものを求めていないという方がいたとしても、愛は求めていらっしゃると思います。そして恋愛や結婚を求めている方はもちろん求めていらっしゃると思います。この愛の講座を、まあ、できるだけ早くやりたいですね。
まあ、今月末ぐらいにはまたいつも急やなって話ですけれどもね昨日あの友人からパーティーのインビテーションが届いたんですね。いつかなと思ったら3月末って書いてあって、いやまあそうよねと、普通なんかこうだいたいね何ヶ月前とかからみんな忙しいからってこうやって企画してやるよねって思ったんですけど、しゃあないよ昨日やりたいと思ってもでやっぱりクリスマス前にもうやっときたいねんもんということで、あの11月末ぐらいから、まああるいは12月頭ぐらいにはもうやりたいなと思ってます。愛の講座、ぜひ恋人を求めている人もいない人も、結婚を求めている人もいない人も、結婚している人もいない人も、はい、まあ、皆様ですね、まあ、あの秋は秋、夏か春から秋にかけてはあのお金の講座をねやりましたけれども、夏から秋かもうタイム感覚時間感覚が本当に疎いんですけれども、まあ、お金もね全員に関係があるものでしたけれども、お金以上にもうお金以上に関係があると言ってもいいんじゃないでしょうかね。はい、愛の講座やりますんで、皆さんちょっと詳細できるだけ早く練りますから、あのもちろんねあのアーカイブで見ていただけるようにまたしますので、予定がなくっても参加していただける講座にしますけれども、はい、できるだけ早く詳細を詰めて皆さんにご案内できるようにしたいなと思っています。そしてこんな愛の大切さ、違うな、私の中にある愛に火をつけてくれた海上保安庁の皆さんに、そしてそのご縁に心より感謝したいと思います。みんな愛を生きようぜ。はい、というわけで西戸明子のコミュニケーションアカデミー、そもそもコミュニケーションのベースは愛でございます。愛を分かち合うことね、これコミュニケーションだと私は思っております。はい、いや愛を生きよう。今日はちょっと月曜日から暑苦しい西戸明子でございました。皆様どうぞ今日も良い日をお過ごしください。失礼いたします。